皆さんお疲れ様です。あ、今日は富士山見えんね。もう電車来よる、電車来よるし、新幹線も来るんじゃないな、これ。はい、来ませんでした。全然来ませんでした。あ、これはちょっと信号無理だな。これは早いうちから諦め、あまり突っ込むと危ないんで。さあ、本日も始まりましたね。マサトラ日記でございます。この紹介いらん、みんな知っとってみとるか。最近ちょっとね、コメントでなんかメンバーシップのやつを、あれって何なんすかみたいな、コメントもらったんですけど、なんすかねみたいな。あれは結構限定の動画とかがそこに、そのメンバーになってくれた方だけの限定の動画とかが出せるようになってるんですけど、なんか、まあ、どういうのって感じだと思うんですけど、説明しづらいんですけど、まあ、ほぼほぼなんか編集がないような感じの動画を上げてるんですけど、もし出せればちょっとだけ今こんな感じのやつとか上げてるよってやつを出せれば、ちょっとだけそれ流そうかなと思うんですけど、こんな感じです。あれ、もうバイクになんかこういうカナブンみたいな虫が当たったら最悪やろ、とかね、顔のところ。めっちゃ痛いやろ、石ころ投げつけられたぐらい痛いんじゃねえ。ねえ、カナブンとかな。何を言っとるんやって話ですよ。さあ、いよいよもうクスノキ、あと 1.2 キロでクスノキまで来ましたよ。あと 1.2 キロでこの回は終わりになってしまいますよ、皆さん。おい、何も起きなかったじゃねえかっつうね。いろんな声が飛び交ってますが。もうちょっとしたら終わりになりますんで、皆様心しておいてください。あー、なんか後ろの、あー、ちょっとどうしような、もう出るか、タイミング的に。あまりギリギリまで引っ張ってね、急にやると後ろの車も危ないので、さあ、クスノキのインター来ましたよ。そろそろホタルの光が流れてきてるんじゃないでしょうか。皆さんには聞こえるでしょうか。お分かりでしょうか。うるせえかな。なんかね、怖いやつとかのやつ。お分かりでしょうか。やべ、この思いつきで喋るやつ、本当やめろよな。すべてが思いつきっていう。さあ、ということで、本日お別れの時がやってまいりました。どうでしょうか。どうでしょうか。これが限定動画とかで上がってる感じですね。まあ、結構いろんなアングルで撮ってたりするんですけど、今のね、この全体公開のやつだと、もう編集をして、それで動画投稿してるんですけども、向こうはというか、メンバーシップの方は、もうほんと、その撮ったなりで流してくみたいな、ほぼほぼそういう感じで流してるので、まあ、実際の雰囲気が、トラックの雰囲気とかも伝わるかなって感じで、まあ、あと向こうは、ちょっと待って、踏切になってんね。あと向こうは、まあ、今はまだ出してないんですけど、僕が普段やってるやつとかも出す予定でいますし、あとまあ、ご飯食べてる動画とかも多分出ると思いますね。そしてまあ限定のそのライブもやるっていう感じですかね。まあ、ちょっと待ってね、これ自転車危ねえな。ちょっと待ってね。限定のライブとかもやりますし、あとメンバーの人にはコメントとか入れた時に
あの、あれアカウント名の横やったかなに、そのなんかトレーラーのね、色がついた専用のバッジがあるんですけど、そいつがあのつくようになります。で、なんかこの1ヶ月とか何ヶ月、2ヶ月とか3ヶ月とか4ヶ月とか、なんかそうやって月日が長くなるとそのバッジの色が今は変わるっていう風になってるんですけど、なんかそういうなんか特典があったり、あと専用、僕が作った僕が作ったなんかね、絵文字っていうかね、あのなんかなんていうんですか、あれスタンプみたいな、そういうのがあのちょっと使えるようになったり、そういうのがあったりしますね。まあ、なんでいろいろ結構ね、まあそのスタンプとか、まあ、バッジは僕が作ったやつなんで、クオリティがとてつもなく低いかもしれませんがでもなんかあの動画的にはまあいろんな動画がそこには出てくると思いますね。まあ、なんでもしよかったら、まあそういう感じなのでね、メンバーシップ、僕のあのホーム画面のところ行ったりするとメンバーになるみたいな、確かあると思うんですよ。登録とかチャンネル登録みたいな、登録とメンバーになるみたいなボタンがあると思うので、そのメンバーになるを押してもらって、まああとなんか手続きしてもらえば多分大丈夫だと思います。まあでも皆さんあのやっていただいているので、あのそんなに難しいあれではないと思いますので、あとは概要欄からあのそのまま行けるようにもなってたりするので、まあ、そっち使って概要欄からビッて押してもらえば、そのチャンネルメンバー登録の方にすぐに飛べるようになって、あ、なってるんで、ちょっと待ってね、今バスが、いたんですけど、バスが止まって発進しようと思ってウインカーついてたのに、またハザードが大変なんで、あれなと思って避けようかなと思ったんですけど、なんかまた走り出したんでちょっとわけわかんないで、もう抜かしました避けようわかんないで怖いんでちょっと抜かしましたね。まあそういうところで、あのメンバーシップはそんな感じの風になって、まあちょっと僕もね、あんまりそういうの説明とかがね下手くそなんで、まあわからないかもしれないですけど、まあとりあえずそんな感じのメンバーシップになってます。まあ、またあのなんか定期的にね、なんかあのお知らせはしますけどその回に当たらんと、そのわかんないかもしれないですけど、一応概要欄には毎回そのあれは貼ってあるんで、まあそこから行ってもらえればいいかなとは思いますね。あとなんかあったっけ、まあそんなもんかまあここで撮った僕のこの運転してる感じのアングルとか、まあそれこそ後ろとこの僕を撮ってる映像で2画面で進めたり、まあそういう感じのちょっとね、こっちのこう全体公開とは違った面白さがあるとは思うので、まあそれでね楽しんでもらえたら、まあ僕的には嬉しいかなってとこですね。まあ、やっぱね、この、なんていうんですかね、まあ、前もちょっと話してメンバーさんからまあ、こういうね、編集なしの動画がなんかそのままでなんかいいよっていう声いただいたんですけど、まあ、本当にこういう編集なしの動画をね、そのままこの全体公開に上げると、まあそれは大変なことになると思うのでまあそれはやっぱりね、メンバーさんになってもらって、こう見れる、視聴できるって感じになってなった方が、まあやっぱいいかなと僕的にも思ったんで、まあこういう今のね、メンバーってやつをちょっとね作りましたね。まあとりあえずメンバーについてはそんな感じです。でもってですね、今日はですね、あ、これちょっと待ってよ、なんかタイミング悪いぞこれ、なんだよこれ、これいけるのかどっちなんだこれ。さあ今日はまた名古屋、今静岡いるんですけどね、今日は名古屋までまた走っていきますね。いやいや天気がいいですわ。今トヨタジャンクションのところですけどね、まあ、今のところ順調に行ってますんで、このまま順調に行けば、まあ、午前中に積み上がりで走っていけるんじゃないでしょうかね。まあ、まだ今のところね、まだ向かってる最中なので分かりませんが、まあ、渋滞情報とかも出てないんで、まあ、よっぽど
いいじゃないでしょうか。いや、やっぱ天気がいいのはいいね。まあ、うっすら青空が見える感じでね、今日は。いいんじゃないでしょうか。こういうジャンクションとか越えて上に重なってる道があると、映像的にかっこいいですよね。これなんか、ふわーってなる感じがして。かっこいいですよね、これ。どうでもいいっすか。とりあえずは気をつけて走っていきたいと思いますね。さてさて、今日の取り留めはどうでしょうか。いい感じになってるでしょうか。おお、でっけえ船来てるね。ほんとでけえよな、ここの来るフェリーとか。多分もっともっとでかいやつとかいろいろあるんだろうけど、船ってでかいよね。ほんとここってなんか流れ一気に悪くなるよね、この左車線って。毎回流れがめちゃくちゃ悪くなるよね、ここ。それなんかニュースでこの先のあの鳥島のところで逆走のなんか映像が出てましたね。最近なんかすげえ多いよね、逆走。やっぱあれなのかな、もうちょっと流れに逆らいたい人がめちゃくちゃおるのかな。限りか。危ないよね。じゃあとりあえず三越中央で降りて、本日も高額請求を支払いながらちょいと積み込みへ行っていきたいと思います。はい、どうも。とりあえず今もう積み上がりましたね。午前中に積み上がりましたね。いやー、調子がいい、調子がいい、絶好調ということで、とりあえずいつも通りな感じで走っていきたいと思います。いやー、今日もこのトリトンかっこいいっすよ。今日も結構いい感じじゃないですか、これ。お、今電車走ってきてるわ、あそこ。遠くで見えるかな。うわー、今走ってくってことは、いつものあの場所で電車が来ることはないかな、もしかして。うわー、めっちゃ勢いるやん。いつあの場所で電車に出会えるのだろう。あの日、あの時、あの場所でか。何を言ってないな。すげえよな、この船のとこにさ、あえてトラックとか積み込むわけじゃないですか。一体この船に何トン積んであるんやろうね。トレーラー荷物とかを積んでいくんやけど、何トン積めるんやろ、船に。すごいよね、そういうの考えたらね。だってここにさ、切ってあるさ、箱とかさ、ああいうところを持っていくわけやに、ベリーに積んで。すごいよね。ちょっと乗用車でもあれでもそうなんですけど、トラックでもそうなんですけど、僕はそういうフェリーとか使ったことがないので全然わかんないんですけど、なんか、ね、たまに YouTube とかで見るんですけど、すごそうっすよね。さて、今日も一応電車が来るかどうかをやってみましょうか。さっき通ってったからな、向こうからは来ないやろうな、来ても後ろからか。あ、ないね。
そこの今駅に止まっとるわ。くそ、このタイミングがなんか全然違うな。ってことはあれですね、僕は大体いつも似たような感じのところで走っとるってことですね、これ。なんかこういうとこにあるさ、冷凍倉庫とかさ、なんかそういうの見るとさ、もうあの冷凍車のなんかかっこいい雰囲気のトラックがめっちゃいるからさ、ちょっとかっこいいっすよね、ああいうの。冷凍車ほんと雰囲気があるもんでさ、めっちゃかっこいいね。冷凍トレーラーみたいなやつめっちゃかっこいいやん。あのなんかなんていうの、でっかいさ、前にさでっかい冷凍のエンジンみたいのついてるやつあるじゃないですか。ああいうのとかさ、すげえかっこいいよね。なんかこう丸いのブワーってついてるやつあるじゃないですか、でっかいの。かっこいいと思うよ。なんかあれめちゃくちゃ高いらしいですけどね、なんかね。うわ、なんかあのトレーラーすげえ積んどんな。あー、いけるかなこれ。どうだ、いけるか。ギリ中のギリでもなく普通にいけたな。普通にいけましたね。ギリ中のギリを使うまでもなかったですね。あれ観覧車動いてるかね。動いてるように見えた。多いな。まあ、もうちょっとでお昼なんで、まあ、ちょっとあれかな、ガチャガチャはしてくるかもわかんないですね。ちょっと交差点とかね、気をつけないかんですね。人が割とあの動く時間なんで。よし。